日本兵庫県三木市しじみ町工屋しじみ町工屋は兵庫県三木市にある大技。旧美濃郡しじみ村大技工屋。郵便番号は673-0541。もともとは広野新海と呼ばれていた。1980年度のしじみ町工屋の町並みしじみ町工屋1丁目しじみ町工屋2丁目地内にある農業地帯しじみ地区の南西部。 最木川朝岩の丘陵地に位置している。現在は住宅地と農地が混在しており、至るところに溜池が広がる。かつてあった山林部分は新興住宅地を造成する目的で開発され、現在は地内の一部が、しじみ町西自由が丘、しじみ町中自由が丘2丁目、しじみ町青山、緑が丘町西1丁目と3丁目緑が丘、町中、 緑ヶ丘町東、緑ヶ丘町本町として分離している。東側は、緑ヶ丘町、本町、緑ヶ丘町中、緑ヶ丘町西、しじみ町東、自由ヶ丘、じみ町中自由ヶ丘、じみ町西自由ヶ丘,丘、西側は、別所町小林、神戸市西区新出町、勝成、南側は、新出町古神、新出町五百蔵。 押し部谷町西西、高尾台、北側は自由が丘本町に接する。一丁目から八丁目から成り立っている。神戸電鉄青線しじみ駅、三木市立高野小学校、住吉神社、商業地などの施設が広がるが、ため池が多数存在し、その間に住宅地が広がっている。小児高、小児四つから成り立っている。高地域は、 緑ヶ丘町中三丁目の飛び地と稲荷社が立地している場所に立地している。かつては、三木市立緑ヶ丘東小学校と緑ヶ丘町公民館の所在地も当地域にあったが、町名変更による緑ヶ丘町東、緑ヶ丘町中に変更された。おつ地域は、神戸電鉄青線高野ゴルフ場前駅、緑が丘駅と兵庫県道十二号神戸三木線の間に位置している。 高地域、大津地域のどちらも住宅の立地と人口の居住はない。1864年に近藤文造が魚屋総絵門を代理人として出願して開発したが完成したのは明治時代であり入職者の半分は四国からの移住である。しじみ駅周辺は三木市の都市計画により商業施設が多く立ち並ぶ緑ヶ丘駅高野ゴルフ場前駅。 ありがとうございます。